ハマー・デ・ロバート・ハマー・デ・ロバートは、ナウルの政治家。ナウル共和国初代大統領を務めた後、4代、6代、8代、大統領も務めた。デ・ロバートは、島の主張の家系に生まれ、1951年に、州長会議に代わってナウル地方政府評議会が、設立されるとその議員に選ばれ、1955年には議長となった。 デロバートの下でナウルは独立運動を展開し、1967年にはナウルの臨校席事業を2000万をオーストラリアドルでナウル地方政府評議会に譲渡させ、ナウルの経済基盤を確立した。1968年1月31日にナウルが独立するとデロバートはナウル共和国初代大統領となり、また地方評議会議長兼主席集長も兼任した。 大統領となると、デロバートは、臨鉱石の富を国民に還元することに不信した。臨鉱石から得た富は、政府と地方評議会に二分され、国民には採掘場に持っている土地に応じて、地方評議会から使用料が支払われるようになった。ナウルでは、富の集中が起こっておらず、ほとんどの住民が土地を所有していたため、この方法によって、 非常に平等な分配が行われるようになった。ナウルは世界一の国民所得を誇るようになったが、一方でデロバートは臨公石枯渇後の対策に失敗し、彼の死後しばらくして富の枯渇したナウルは非常な混乱に見舞われることとなった。デロバートは大統領として行政を評議会議長として富の分配と伝統的権威を握っていたが、 やがて体制への不満が募り、1976年には、バーナード同意予後率いる、改革派が、議会の過半数を制し、デロバートはゲアした。しかし富と伝統を握る評議会議長の座からは、離れなかったため、政権を運営できなくなった同意予後は1978年5月に、ゲアし、デロバートが再び政権の座についた。以後、短い間のゲアはあったものの、 1989年8月17日まで、彼はおおむね政権を維持し続けた。1992年7月15日、デロバートはメルボルンの病院で糖尿病により亡くなった。ありがとうございます。